はあ、キュアバタフライは今日も美しい。かわいいのねん。真夏のキュアバタフライはまるで蝶というよりマーメイド。キュアバタフライは俺様だけの人魚なのねん。は、何言ってるんだ。美しいキュアバタフライは俺様のマーメイドだ。俺様のなのねん。俺様だ。俺様のなのねん。こうなったらマーメイドキュアバタフライの塗り絵対決で勝負だ。なんて可愛いマーメイドなのねん。塗り絵対決、勝負を見てくれるっていう人はグッドボタンを押してくれると嬉しいな。最後まで見てどっちの塗り絵の方が上手か決めてほしいのねん。まずは俺様カバトンからマーメイドキュアバタフライを塗っていくのねん。どんな風に塗ろうかなのねん。髪の色、多分こういう色だったと思うけど、今回はちょっとおしゃれな感じにしてみたいのね。紫なんてどうかな。あー、かわいい。すごくいいのね。紫と黄色、こんな感じはどうなの。おー、似合ってるのね。塗れない部分はペンで塗っていって、うんうん、いい感じなのね。頭の飾りはどうしよっかな。なんか俺様と同じような色したくなってきたのね。青、おお、似合うのに。ここは黄色が合いそうなの。マーメイドっぽくブルーがいいかもしれない。うんうん、いい感じなのに。で、ここを黄色にしよう。よしよし、ここも黄色、ここも、お、うまく塗れないな。ここも黄色にして、よしよし。あとはここも塗って、うんうん、いい感じなのね。そして眉毛もこんな感じで、でとお顔の色も塗って、かわいいのね。体も塗って、手も塗って、うん、オッケー。あとはお目目。お目目はこんな感じの色かな。うん、とてもかわいいのね。こう黒で塗って、こう白で塗って、うん、美しいのね。次はマーメイドのお洋服。ピンクっぽいのが似合うと思うので、ピンクで塗っていって、うん、かわいいのね。ここもピンクに塗ろう。
ちもピンクで、で、あとはブルーもちょっと入れたので、こんな感じのブルーにするかな。うん、ピンクとブルーの組み合わせ、夏っぽくていいのね。ここにもブルーを入れて、よし、マーメイドキュアバタフライ出来上がりなのね。どうなのね、可愛く塗れたのね。カバトにしてはセンスがあるな。よし、次は俺様の番だ。俺様もキュアバタフライを可愛らしくマーメイド化させていくぞ。髪の毛の色はこんな感じの色だったかな。こんな感じで塗っていって、あと、ここはオレンジだったかな。うんうん、とても素敵だ。この部分もきれいに塗ろう。ちょっと、よし、オッケー。あとは耳はこんな感じのブルーかな。よし、綺麗に塗れた。次は眉。眉は黄色。うん、いい感じだ。瞳はこんな感じの色かな。それから黒で塗った後に白で塗って、うん、とっても可愛らしい。そして唇をほんのり塗ってみよう。薄くしてもうちょっと濃いめがいいな。こんな感じでどうだろうか。なんかしっくりこない。もうちょっと薄めがいいのかな。これぐらいがいいかな。よし、次は顔の色だ。体の色も塗って、オッケー。頭のこの蝶々みたいなのは薄いピンクで塗って、ここは濃いピンクで、ここは中間ぐらいのピンクで塗っていくぞ。
ここも濃いピンクで塗って、うん、可愛らしいな。ここは青だったな。よし、オッケー。それから、あー、水着の色をどうするか悩むな。薄いブルーがいい気がする。ブルー似合いそうだな。どうだろう、似合うかな。うん、かわいい。わー、ブルーと白いいな。かわいらしい。あー、これもいいな。でもやっぱりピンクは入れたいよな。うん、ピンクと白いいかも。よし、シンプルだけどこれで出来上がりだ。どうだ、上手に塗れているだろう。さすがなのね。動画を見てるみんな、キュアバタフライのマーメイド姿可愛いと思ったらぜひチャンネル登録してほしいのね。ぜひよろしく頼む。また別の動画でみんなと遊べると嬉しいぞ。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバイなのね。バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画